皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日は初心に戻ってデスクを極限までシンプルにしてみました。在宅ワークをするにしても皆さんどこで仕事してますか？リビングの一角、寝室の一部という人もいるんじゃないでしょうか。僕はね、幸いにも一部屋仕事用に割り当てることができています。それでもやっぱりね、デスクは必要になりますし、場合によっては、デスク以外にもね、他にも揃えた方がいいものがたくさんあるかと思います。今回は初心に戻ってシンプル構成というものを考えてみました。まずは一番シンプルなデスクとチェアのセットですね。デスクは今回は IKEA のリンモンを使用してます。こちらね、手に入れやすい価格でいいですよね。サイズも色も豊富ですので、自分に必要なサイズをね、選択しましょう。ただし、このデスクと足の構成ですと、この使っているとね、若干揺れるんですよね。その辺は値段相応かなという感じではあります。あとは、この天板ですけども、実は中は紙でできているんですよね。僕は昔、モニターアームを力強く挟み込んで、天板をね、割ったことがあるので、お気をつけください。そしてチェア、見栄え重視でイームズのね、リプロダクト品でございます。これね、値段もかなりお手頃なんですよ。いやいや、それね、腰痛くするよというのを以前動画のコメントでいただいたんですけれども、確かに長時間の使用は腰が痛くなる可能性がありますので、ご注意ください。このデスクとチェアの構成だけですと、僕はね、ノート PC の利用なので、デスク上は Mac だけの非常にね、シンプルな構成になります。しかしですね、 PC 作業時の姿勢が前傾になってしまって、肩こり首こりがひどくなるため、 PC スタンドの使用をね、おすすめしますね。今回はボヤタのものを使用します。ボヤタの PC スタンドはアルミ製でね、かなりしっかりした作りになってます。角度調整も力を入れることで割と柔軟にね、位置の調整ができます。耐荷重も20キロと結構ありますので、ほとんどのノート PC が乗りますよね。いや、乗らないノート PC はね、ないと思いますね。伝説の Mac ポータブルでも7キロぐらいなので、十分に乗ると思います。さて、 PC スタンドを使ってね、PC が上に上がってしまったため、入力用に外付けのキーボードとマウスを用意します。で、今回はロジクールの MX キーズと MX マスターですね。こちら僕のチャンネルでも何回も登場している本当にね、使いやすい入力ガジェットですね。で、マウスはね、特に使いやすくて、このスクロールがね、本当に気持ちいいんです。あとはね、複数あるボタンもカスタマイズが可能になってますので、自分好みにアレンジ可能なんですよね。で、このマウスね、めちゃくちゃ便利なんですけど、人によっては若干大きいなっていう人もね、いるかもしれないので、手の小さい人は一回ね、どっかお店で試すといいかもしれないですね。キーボードは私はね、 Mac 専用版を使ってるんですけども、 Mac 専用じゃないね、通常版もあります。シザースイッチでキーキャップの真ん中がね、若干へこんでいて、これね、指当たりが素晴らしくいいんですよね。それからキーキャップのライトも非常に綺麗に光って、とってもね、見やすいです。マウスもキーボードもデバイス切り替えが最大3台までできますので、複数デバイスを利用している人はぜひ検討してみてください。なお、両方ともね、 USB Type-C での充電になります。さて、この構成ですと PC 作業時以外でね、例えばノートに何か書き物したいと、そういった場合でも PC スタンドの下にキーボードをしまって、デスクを広くね、使うことができます。僕はね、ノートはね、モレスキンを使ってますね。もう20年ぐらいですかね。今までね、使ってきているモレスキンは捨てずに取ってあってね、時々見返したりしてます。ということで、かなりシンプルですけども、なかなかね、使い勝手はいいんじゃないかなと思いますね。で、この次にステップアップするとなると、例えばですね、外部モニターを追加していくと、そんな感じですかね。で、こうなってくると選択すべきものの幅がどんどん広がっていって、
なんかね、こう迷路に迷い込む感じでしょうか。という感じでね、僕も在宅勤務環境を今までねステップアップしてきて、過去にもね動画にしてますので、ぜひデスクツアーの方をちょっとご覧いただきたいんですけども、今まさにですね次の環境をセットアップ中でございます。これね、僕自身もねかなり楽しみなので、完成次第ね一つずつレビューをね動画にしていきますので、お待ちください。皆さんもね、自分の在宅勤務環境でこういうのがいいよとかおすすめだよというのがあれば、ぜひねコメントで教えていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。